おはようございます。今日曇りですね。実はですね、今年カレンダー第1号でございます。これは名前を言わなくていいかな。保険屋さんのエス様、ひまわり、熊本ひまわりの坂本さん言ってしもたからみたいなですね、カレンダーいただきました。ありがとうございます。今カレンダー貴重なんですよ。私まだ見てないですよ。ちょっと初見うわー、上品かなー、これアシカみたいなです、オットセイかもしれんばってですね、よかなー。坂本さんの本当ですね、カレンダー毎回楽しみなんですよね。1月をちょっと見てみよう、こんな感じみたいなですね、本当にありがとうございます。ちょっと私昨日たまたま留守だったんですけどですね、毎年ありがとうございます。とても綺麗な方なんですよ。白百合のような方ですよ。もう美人で、ですね、うちの父ちゃんがまたスイートラしたんですよ。坂本さんは、もう坂本さんが来るとうちの父ちゃんが喜ぶみたいなですね、本当でもですね、すごく仕事もできるし、いい方でございます。はい、まあ一つですね、まあこういうカレンダー第1号もいただきましたので、さあ今日も一日一発頑張っていきたいと思います。はい、いつものやつ、絡まってますね、肩がですね。はいはい、今日は10月の26日土曜日夜7時まで、よういつものお約束、今日も元気に営業中。よしよし、終わった終わった、はい終わった終わった。いやありがたいこと、今日ですね、松尾町の T 様にですね、お仏壇の納入もございます。今日も夜7時まで一生懸命頑張りますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。